今回紹介するのはマーケティングとは組織革命である個人も会社も劇的に成長する森岡メソッドという本ですマーケティングは組織づくりが重要マーケティング本は数多く出ているが組織づくりもマーケティングの一環だというのはとても新しい視点だと思うこれまで組織内の課題を考えることはあっても 組づくりについては考えたこともなかったがそれがいかに重要かを理解できたこの著者のすごいところは人の本質を理解して。 それをどのように活用して組織を構築していくかを論理的かつ分かりやすく書いているところ自分が抱えている問題の解決の糸口が見つかったような気がするこの著書の本はいつも学びが多いタイトルからマーケティングの本組織学の本と思いましたが会社員でも経営者でも 働いているあなたが何をすることによって日本が会社が自分自身が元気になるかのヒントがたくさん散りばめられている本でした森岡さんの人柄か話口しで読みやすくプルプル病は笑いながらも私もプレゼンの時はペンを握らないと声が裏返るのを思い出し何のブレーキなのか 考えてみようと思いました久しぶりに一生懸命ってなんだっけ熱を込める仕事して笑顔で過ごせているか考える機会になりました。以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。